はい、タンタンです。現交換しましたよシリーズでいきます。こちらがアストリアスの、55周年のね、アニバーサリーモデルですね。名前の方はソロブラジリアンということで、サイドバックが、ブラジリアンローズウッドハカランダの、フィンガースタイルに特化している、モデルなのかななんて思いますね。小ぶりのボディ使ってて、とってもいい、サイドバックハカランダを使ってます。ちょっと、リペアの、ブースで、動画撮ってますのでガヤガヤうるさいです。まあまあちょっと軽く弾きましょう。粒立ちがね非常にしっかりとバランスがいいので、擬音みたいな音もしっかり出るんですね。感じの、コードスケールが使えるギターってなかなか手が外れちゃったりとかするんですけど、非常に使いやすい、印象がありますので、まあ、小回りもあるし、こうよいしょとこうギターを構える、弾き方をしなくて、スパッとこうギターを持ったような感じの、気楽に持てて、なおかつ音がしっかり芯の方から出てくれるっていうのが、このソロ、ブラジリアンソロゼロっていうか、ごめんなさい、ソロゼロか、ソロ O、 酒井さんどっちですかね、これソロ O ですね、 O ということで、O タイプっていうことなんですかね、これね、まあ、モデルが O っていうことなんで O ですね、ソロ O ブラジリアンということで、まあ、このボディの特徴はまあ小ぶりなんですよね、そこが特徴です。現在の12フレットの通常チューニング運動器の6弦がね、だいたい 2.8 ぐらいですね。2.8 ぐらい。1弦の方で 2.34 ぐらいなんで、ちょうどアコースティックの標準的なところから、やや低いぐらいの弦高スペックになってるかなと思いますので、ぜひ、まあ、弾いてもらうといいかなと思うんですけど、アッパーの
ような感じだったらこのぐらいのテンション、もっとフィンガーだけのとかね、使うような感じだったらもっと下げてもいいかななんて思ったり、まあまあその辺もうちは調整可能なんで、いろいろ言っていただければ、ご希望に、お答えいたしますので、ぜひ、こちらですね、記念スペック、そんな数がもう全然ない、何本ですってこれ、限定で2、3本、4本とか言ってたよね、確かね。大阪メッセの時に55周年発売になって、そのイベントで出した金額なので、かなりお買い得でもあるし、限定4本のうちの、ブースに飾られてて一目惚れした1本なんでね、ぜひおすすめの1本だと思いますので、よろしくお願いいたします。そんなわけで、こちらも販売ですね、しておりますので、お問い合わせください。タンタンでした。バイバイ。